役割がありました。なんて呼ばれたかというと、防潮塔って呼ばれてました。防潮塔って何かというと、こちらの堤防防音で高さ12メートルあります。そこに打ち上げた波が上に上がって、今皆さんいらっしゃるこの辺り平気で中に入り込んできます。で最近いつ入ったかというと、4日前の午前中入ってました。堤防で今その大きな出口見えないんですが、今でもあの窓枠 2.5 面分ぐらいの大きな穴が開いたままです。そこからベルトコンベが突き抜けて24時間364日いらない岩石を落としました。1日だけ止めました。これいつかというと4月の3日です。これ何の日かというと、先ほど羽島神社をご紹介しました。この炭鉱のお祭りが4月の3日にあったんですね。さすがにその時ばかりは人だけじゃなくて機械も止めていったということです。真ん中のところ階段です。階段があって大きな口を開けてます。入って左奥の方に行きますとカウンターがあってホールがあります。とっても立派なダンスホールがあったところです。